の近くには海が広がり、すぐそばを大きな川が流れていたんだ。村の周りには栗や海の木がたくさんあったんだよ。三大丸山の人々は土器や石器などのさまざまな道具を使い、海から取れる魚や貝、森の動物や木の実、山菜、キノコなどの豊かな恵みを利用して自然と共に暮らしていました。そして自然の恵みに感謝して祈りを捧げ、お祭りをしていたのかもしれません。三歳丸山で暮らした人たちの姿を想像しながら、この後の展示コーナーをゆっくり見学してみてね。きっといろんな発見があると思うよ。そうの重ねはさっきのやつね。感動したの。おしゃれだね、みんな。ワンちゃんもいたけど、ワンちゃん忠犬ハチ公。履いてたんだね。ちゃんとブーツ履いてるし。すごいね。ああ、着
北側に村が作られて村が大きくなって全然より縦穴住縦穴住居第一北まで。はあ、こうやって見ると十分だよね。4人家族。自分だけの部屋が欲しいなんて言うし。そんなことしたら何かに熊でも来たらやられっぴよ。行ってくるでちょっと。村の外には新しい世界が広がって未来に向かって歩き出すわ。うん。そういうこともあったりな。大人の階段登る。大人の階段。何段かあるし。黒曜石。はあ。翡翠。琥珀。すごいね。なんかいっぱいありすぎて、なんかいっぱいだ。入った。